a sight for my soul. どうも、吉高です。今日の動画なんですけれども、8月も終わるというところでですね、もう夏が終わるんですよね。本当に恐ろしい話だなと思っているんですが、8月も終わるというところで、毎月恒例なんですけれども、僕が8月に購入して良かったものを紹介していきます。8月といえば、洋服が好きな人はですね、秋冬の洋服の準備を進める頃かなと思うんですけれども、例に漏れず僕もですね、秋服冬服の準備を進めているので、まあ、そのあたりを中心に紹介していきます。で、今日はですね、洋服以外にも本とか雑誌とかガジェットとか、僕の趣味のものをね、紹介したいなと思っているんですけれども、っていうのも8月めちゃくちゃ散財したんですよ。本当にね、えげつないぐらい散財したので、僕が散財したものを紹介させてくれと、自慢させてくれと、まあ、いう感じでね、今日はね、紹介させてください。で、今日紹介するものはですね、合計6つありまして、洋服が3着、本雑誌が2冊、ガジェットが1つという形で、まあ、盛りだくさんになっているので最後までご覧ください。はい、では早速ね、洋服から紹介していくんですけれども、まず1着目ですね。1着目はこちらの T シャツになります。はい、こちらがですね、ニューバランスの、ロング T シャツになります。まあ、プリントの長袖の T シャツなんですけれども、この T シャツ、前回の動画を撮影した時にですね、ここのハンガーラックにかけてたんですけれども、まあ、それを見た視聴者の方がですね、その T シャツどこのブランドですかっていうね、まあ、コメントをね、何個かいただいたんですけれども、もうはすが皆さん目をつけるところがね、秀逸だなとま思ったんですけれども、この T シャツね、めちゃくちゃいいんですよ。一見ね、こうシンプルな T シャツなんですよね。左胸に刺繍のロゴがされているという T シャツなんですが、背面にですね、まあ、こんな感じのプリントがされているんですよね。このプリントがね、めちゃくちゃいいなと思って僕はね、すぐ購入を決めたんですけれども、こちらの T シャツ、ニューバランスの9ボックスという T シャツのコレクションがあるんですけれども、その、コレクションとビューティー&ユースがコラボした、モデルになってます。で、この9ボックスっていうのがですね、ニューバランスのボディの T シャツに対して、アーティストのグラフィックを載せているというような感じのコレクションなんですけれども、今回このコラボモデルに関しては、ニューバランスのボディに対して1970年代のニューバランスの広告のグラフィックをですね、落とし込んでいるという感じのモデルなんですけれども、この背面のプリントがそうなんですよね。これが1970年代のニューバランスの広告になります。で、この広告がですね、すごく面白いなと思っていて、当時の歴代のニューバランスのスニーカーがこうずらーっと並んでるんですよ。これ見た時にマジでいいなと思って、まあ、スニーカー好き、ニューバランス好きな人はね、特にたまらないグラフィックなのかなと思ってます。で、前面にですね、ザ・インテリジェント・チョイスというね、英字の刺繍がされているんですけれども、これは1990年代のニューバランスの当時のコピーですね、がここに落とし込まれていると、まあ、いう感じで、まあ、ニューバランスの広告がね、 T シャツにドカッとこう落とし込まれているモデルになるんですけれども、まあ、僕広告関係の仕事をしているので、まあ、こういうところはね、すごく面白いなと、まあ、興味深いなと思ってます。まあ、なんといってもこの広告の内容ですよね。これめちゃくちゃ良くないですか。ニューバランスのスニーカーがね、こう並んでるこの感じ、こう無邪気に並んでる感じがね、マジでいいなと思って、まあ、すぐに購入しました。で、先ほど申し上げたように、こちらニューバランスの、T シャツね、ボディに採用しているという話をしたんですが、ニューバランスのボディなので、割とこうスポーツライクな風合いに仕上げられているんですよね。ポリエステル 100% で、まあ、速乾性、吸水速乾性に、まあ、優れているような、素材を使っております。はい、ただ、まあ、触った感じはね、結構コットンライクな雰囲気なんですよ。なので、うわ、ポリエステルだなっていう感じでは、ないですね。で、シルエットの方はこうリラックス感のあるような感じのシルエットに仕上げられてます。本当に今っぽい感じで着れる一着かなと思っております。で、僕はこちらサイズ L サイズを購入してます。身長167センチ、52キロなんですけれども、 L サイズで、まあ、ちょうどいい感じだなと、まあ、若干ゆったりとした風合いで着てます。はい、というわけで、いや、これはマジでいいですよね。
この T シャツのこのプリントがねすごくいいですよね。で今回購入したこちらのモデル以外にもあと2モデルあったので、まあ、よかったらチェックしてみてください。それか迷ったんですけれども僕はねこっちにしました。はい、多分ねまだ在庫あると思うので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらチェックしてみてください。金額も安いです。1万円切るぐらいですね。はい、1着目ニューバランスのロング T シャツになります。はい、では2着目いきたいなと思うんですけれども、2着目がですね、はい、こちらのスウェットになるんですが、はい、こちらがですね、チャンピオンの、リバースウィーブスウェットになります。はい、こちらのスウェットですね、まあ、チャンピオンのリバースウィーブなんですけれども US のモデルになります。日本では発売されていないらしいんですが、プリントがですね、メトロポリタン美術館のプリントになってます。まあ、このミュージアム系のプリントって最近ね注目度が高いと思うんですけれども、例えばねMOMAの、スウェット、チャンピオンのスウェットとか、フーディーとかね、結構ね販売されたらすぐ速乾するっていうぐらい人気があると思うんですけれども、まあ、その文脈で、こちらはですねメトロポリタン美術館のプリントがされております。マンハッタンの景色をねプリントしているみたいなんですけれども、このミュージアム系のスウェットのプリントってなんかデザインが粋だなというふうに思っているんですけれども、アート系のね文脈というところで、まあ、少しにこう粋なプリントがされているものが多いんですよね。でこのスウェットですね、僕の好きなメディアで AH とフィーナムのメディアがあるんですけれども、そこのモデルが着用していたというところで、いやこれは欲しいなと思って、購入を決めました。はい、で、US の、チャンピオンのボディなので若干シルエットがデカめに作られています。日本製のよりもデカめなんですけれども、まあ、それがまたいいんですよね。かなりこうドカッと太いようなシルエットで着用できるんですけれども、僕はですねこれサイズ M サイズで購入したんですが、まあ、体感日本製で XL サイズぐらいの、まあ、デカさがある、まあ、ボリューミーな感じのスウェットですね。でリバースウィーブなので、まあ、長持ちするというところで耐久性も申し分ないという感じで、まあ、アメリカンな感じのスウェットですね。すごくいいので購入を決めましたというところですね。はい、まあ、そんな感じで金額がですね1万円台だったかな。僕購入したのが1万5、6千円だったと思います。まあ、興味のある方はチェックしてみてください。はい、2着目がですねチャンピオンリバースウィーブのメトロポリタン美術館が、プリントしているものになります。はい、では、3着目いきたいなと思うんですけれども、3着目はですねまあこのタイミングで夏服になるんですが、はい、こちらの、スウェットショーツになるんですけれども、こちらがですね、ロサンゼルスアパレルのスウェットショーツになります。はい、まあ、過去にねコーディネート動画を上げた時に着用していたんですけれども、ロスアパのスウェットはですねマジでクオリティ高いですね。まあ、YouTuber でね、まあ、いろんな人が紹介されているので、まあ、あんまりね深くは話さなくていいかなと思ってるんですけれども、ロスアパ、そもそもロスアパはですね、アメリカンアパレルっていうね前身のブランドがあるんですけれども、まあ、そこの社長が立ち上げた、ブランドになります。倒産しちゃったんですよ。なんですけれども、そのアメリカンアパレルの生地とか工場をそのまま買い取ってロサンゼルスアパレルとして、まあ、復活したようなテンションなんですけれども、まあ、スウェットとか T シャツとかそういうねアメリカンなプロダクトを作っているブランドになるんですけれども、まあ、スウェットのクオリティがマジで高いです。スウェットショーツだけじゃなくて普通にねスウェットパンツとかもすごく人気なんですけれども、これ14オンスのスウェットで、まあ、すごくねこう肉厚な感じなんですけれども、裏肝になっていて着心地もすごくいいという感じで、このスウェットショーツはですね本当にね使い勝手もいいですね。シルエットもすごく綺麗なので、まあ、ぜひ試してみてほしいと思ってます。はい、という感じですかね。まあ、あんまり深く喋らなくていいかなと思っているので、でこちら僕サイズ M サイズで購入してます。 S サイズからあるんだったかな、なんですけれども僕はですね M サイズで購入してます。まあ、僕と同じぐらいの体型の方はよかったら参考にしてみてください。はい、というわけで3着目ですね、ロサンゼルスアパレルのスウェットショーツになります。はい、というわけで、まあ、洋服はこんな感じですね。で次に、本雑誌紹介したいなと思ってるんですけれども、まず4つ目、1冊目の本ですね、こちらになるんですが、はい、こちらがですねストリートファッション定点観測40年の記録という本なんですけれども、これめっちゃ面白いですよ。
本当に面白いので、洋服好きな方はですね、ぜひ、購入してほしいなと思っているんですが、まあ、何なのかっていう話なんですけれども、1980年から2020年の間ですね、まあ、いろんな洋服がね、流行ってきたというか、ストリートで、着用されてきたと思うんですけれども、それをねこう時系列ごとにまとめているという感じなんですけれども、鬼系とかフレンチカジュアルとかモテ系シティボーイとかねまあそういう感じで、それぞれのジャンルの洋服についてこう説明をしているんですけれども、いや懐かしいなって思うものがあったりだとか、わ当時こんな感じの洋服が流行ってたんだとか、まあ、そういう感じでね過去の洋服のこう遍歴というかこう歴史が、見れるんですよ。でかつその当時のスナップと一緒に載せられているので結構リアルなんですよね、中身が。これ洋服好きだったらね本当にねめちゃくちゃ楽しめると思います。本当によかったらチェックしてみてほしいんですけれども、で金額は結構高めなんですよ。2800円なんですけれども、まあ、ただ結構分厚めなので内容は盛りだくさんっていう感じです。はい、これは本当に僕まだ全部読んでないんですけれども、マジで面白いニヤニヤしながら読める本なので、よかったらチェックしてみてください。はい、4つ目、本でいうところの1冊目なんですけれども、ストリートファッション定点観測40年の記録という、本になります。はい、で続きまして、5つ目、本でいうところの2冊目なんですけれども、こちらですね、はい、雑誌です、ウオモですね。はい、ウオモの、10月号ですかね、はい、になります。まあ、ウオもね、僕、まあ、愛読書というか、まあ、かなり好きでよく読んでいるんですけれども、まあ、結構美容院で読んだりすることが多いんですよ。なのであんまり、買って読むことないんですよね。なんですけれども今回、買いましたと。でなんでこれをね購入したのかっていう話なんですが、僕の友人がですねモデルとして何ページやこれ6ページぐらい独占して写ってるんですけれども、これがめちゃくちゃウケるなと思って購入したんですが、僕の友達にですね三浦望っていう友達がいるんですけれども、僕の動画でね何回か登場してくれているので、僕の動画ご覧いただいている方は知ってると思うんですけれども、彼がですねウオモデビューしたんですよめっちゃウケるなと思って、もうこの話ね誰得でもないです。僕と三浦くんのことを知ってる人しか面白くないので、ちょっと早めに切り上げるんですけれども、で彼って結構洋服の雰囲気とかがこうなんていうんですかね、起き取らない感じというか、まあ、ストリートな感じなんですけれども、このウオモに出てる三浦くんがですねめちゃくちゃ決めてるんですよこれがマジでウケるなと思ってて、これね雑誌なので中身見せることできないので、ぜひねこの立ち読みとか自分で購入して見てほしいんですけれども、本当に面白いからちょっとご覧くださいというところですね。これ身内ネタなのですいません、スキップした人多いと思うんですけれども、はい、5つ目、雑誌でいうところの2冊目がウオモの10月号になります。はい、まあ、そんな感じで本雑誌は以上になりまして、最後ガジェットですね、6つ目なんですけれども、今撮影しているこのカメラになります。はい、こちらのカメラがですね α7C というソニーのカメラになりまして、レンズも合わせて買いました。タムロンの、標準ズームレンズを購入したんですけれども、これがですねもう一番の散財です。合計30万したんですけれども、映像綺麗になってますかね。僕はいつも自分で撮影しているのでめちゃくちゃ綺麗になったなというふうに思っているんですけれども、今まではですね今この手元にある α6400 というね APS-C のカメラを使ってたんですけれども、まあ、フルサイズのカメラじゃないんですよね。フルサイズと APS-C で結構画質が変わるんですけれども、今まではこのコンパクトなカメラを使ってました。でこれすごく便利なのがこのバリアングルになってるんですよ。ソニーのカメラでこのバリアングルになってるカメラってあんまりなかったんですよね当時。まあ、こうやって、まあ、YouTuber だったら必要不可欠だと思うんですけれども、自分の顔を見ながら撮影できるっていうカメラがあんまりなくて、ずっとこの α6400 を使ってたんですが、最近になって APS-C のカメラじゃなくてフルサイズでこのバリアングルで見れる、カメラがですね出てきたというところで、まあ、ずっと興味はあったんですよね。でちょっとねもう映像にもそろそろYouTube やって2年ぐらいかなになってきたので、まあ、映像にもこだわっていきたいなというところで、まあ、フルサイズのカメラ結構いい値段するんですが勇気を持って購入しましたという感じですね。はい、まあ、このカメラでも良かったんですけれども、まあ、軽くて画質も良くて自分の顔が見れるカメラが出たので勇気を持って購入しましたというところで、
まあ、これでより一層ね YouTube 頑張らないといけないなと、まあ、いう状況になったわけなので、まあ、皆さんねこのいい画質の状態の僕の動画をですね、ご覧いただければ嬉しいなと思ってます。はい、という感じで、今回ね8月購入したものは以上6つになります。いや本当に散財しました。というかもう最後のガジェットカメラですね、これが一番インパクトやばいんですけれども、まあ、洋服のチャンネルなのでガジェットとかあんまり興味ないかもしれないんですが、まあ、僕みたいにねこうやって何かを発信するときに結構ねカメラとか使ったりすると思うので、撮影したり、まあ、YouTube で動画撮ったりすると思うので、まあ、よかったらねその辺も参考にしていただければなと思ってます。はい、というわけで、今日の動画なんですけれどもこれぐらいにしておきたいなと思っております。もし今日の動画が少しでも良かったなと思われた方は高評価ボタン、チャンネル登録押していただけると嬉しいです。あとインスタグラム、ツイッターもね頑張っているのでそちらもフォローしていただけると嬉しいです。はい、というわけで、今日もですね最後まで動画の方をご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。